はい、こんにちは、カイトです。今回はここからやっていきましょう。サクサクプレイを目指すんでね、ちょっとここをね、さっちゃっちゃとやりましょうか。開けて閉める、取る、イエーイ、ざまねえな、はは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 。おー、鳥肌立つね。目がキラキラしてるよね。でね、よく見て、これってリアルじゃね。これね、っていうのんきなことを言っててね、まあ、よくこんなのんきなことをね言ってるんですが、地下室の扉の鍵を手に入れました。まあ早速ね、地下室まで行きましょうか。びっくりしないとサクサクプレイがね目標なんでね、まあやっていってね。地下室の鍵を使った。おお、これね、鳥肌立つんですよね。やっぱ叫び声が聞こえるとね、鳥肌が立つっていうね。このなんていうのね、ここからね、鳥肌注意です。目がギョロッと向くんですよね。でね、こっち行けばもう安定で勝ちですね。はい、よいしょ。もう一周ぐらいしましょうか。はい、お疲れ様です。ね、もうこっちには何もないんで、ちゃちゃと地下室に行きましょう。でね、あらかじめここは多分ここに開きますね。あらかじめ開けといて、まあね、ここにあれなんですよね、マイナスドライバーあるんですけど、芯ないよね。はい、でですね、ここにマイナスドライバーの芯があると思うので、サクサクですね。やっぱこういうのを目指してるんですよね。で、折ります。ちょっと芯をね付け替えます。足かゆいです。押してきますと。ちょっとね、本当はわからない人にねやらせたいんですけどね。でね、ここにね、確かチッカーチッカーチッカー、はい、外しました。で、これはもう後にして、下にね物があるので取りに行きましょう。このね、椅子を動かしてる間が一番めんどくさいっていう。力の鍵を手に入れました。ここで早速登場ですね、ミカさん。はい、これブーンと鳥肌立つよね。これね、初代じゃねえや、あのね、古いやつだとね、確かね、あそこの部屋、その僕がよくいるあの幕部屋にね、確かあれがあったはずなんですよ。あのテレビ薄型、それはないんですよね。でね、ここもライター、はい、ね、確かここですね。でね、ここなんですが、まあよくわかんないですよね。ですが、これで、鉄格子のところから見ろみたいな。そうすると、ほら、こう消えるんで、こう、5376ですね。5376。あれ？おお、びっくりした。別館の鍵行きましょう。別館に、あれ、ここ開かなかったっけ。あれ、お、すっかり忘れたっていう。あ、ちょっとこっちで巻いてみましょうか。負けちゃった、短、負けたんで、ちょっと行きましょうか。別館の鍵ね、別館行きましょう。よいしょ。うわー、オイルが切れた。
オイル切れた。ドン。ぶね。終わったね。まあいいや、ここのフラグが終わったとして、どうすんだっけ。いや、何もない気がした、気がしただけなんだけど。あ、ありますね。これじゃない、これじゃない、これ、これですね。で、こっち行くとやつが出てくる。おっつ。ちょっと時間稼ぎね。はい、オッケー。ここの部屋ね、時間稼ぎしやすいからね、ちょっとやりやすいかなーっていう感じですね。あとライターオイルが必要ですね。上かな。腰痛くなってきたな。おお、雷。これ青鬼攻略動画でもいいかな。パート2にして題名決まるっていうね。一気に取っちゃってるんでね。ライトオイルが手に入った。はい。で、ここ。暖炉があるから、ここでライターを使う。はい。そして、人形をぶち込んで、赤い書店に入れて。一回ですね。ライターオイルがあるんで、ここも行けるようになると。ライター。ロウソクありますねと。はい。おお、たけし。庶民か。びっくりさせんなよ。たけし、無事でか。マイナス思考ですね。進んでいけませんよ。わー、つってね、これは、ちょっとね、イベントが発生するかもしれないので、ちょっとセーブしてから、よいしょ。こっちにあると、銅像をね、ここで切って、青い衣装を手に入れましたね。ということでね、こっちか。セーブしよう、セーブしよう、セーブしよう。セーブしないと怖い。でね、確か、これだ。これに、赤と、青をはめます。取れましたね。ということで、今回はここら辺でおしまいにしたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。次回もよければ見てください。それではさよなら、バイバーイ。